はい、ただいま10月10日になります。時間はね、5時1分ですね。ですんで当然相場は動いてませんし、今回お話しするのは、10月の第1週を元に、第2週目の予測展開になっております。で、今回はですね、大きな事件がありました。それを踏まえて、皆さんに動画共有します。こちらです。まずはね、週足を見ていただきたいんですが、ついにね、こういう風になりました。こちらにゾーンがあって、この力点は超えないだろうと思っていたんですけども、超えてしまいましたね。ここですね。で、下からぐーっと競り上がってきて、エリオット波動を作りながら、突き破れずに、一旦下に行って、もう一回、突き破っていったということです。ここまで来ると、高値が切り上がって、安値が切り上がってって形が明確になりますし、このエリオット波動っていうのがね、もともとあったわけですよ。こう、まっすぐ進んで、あ、失礼しました。エリオット波動ね、まっすぐ進んで、一旦落ちて、第3波を作って、もう一回落ちて、第5波を作って、で、調整波をここに形成するという形です。それが今度、エリオット波動の頭を抜けましたんで、一度、二度目としてね。だからこれから、ぐんぐん上昇することが考えられるっていうのが、来週からの展望になっております。日足の方を見ていきましょう。スプリンクラーが映ってますね。日足も同じですね。こちらの方で下に下がるはずだったんですが、突き破って、ここも突き破って、ここまで来てるよってことですよね。まあ流れとしては上昇トレンドがあって、トレンド転換を起こして、まあ横ばいみたいになったんですけども、改めて上昇した時に、前回高値を突き破ったってことですね。この上昇波動は大きいと思いますよ。はい、じゃあ次は4時間です。はい、4時間ですね。一旦破ってヘッド&ショルダーを私は疑ったんですけども、まあ下落は長く続かずに、どちらかというとダブルボトムを形成して上昇波動に乗ったと。で、ここまで来ると、こちらのゾーン、これがね、レジサポ転換して、ここを足掛かりに、ここから下の方には行きづらくなるというね、そういう風な流れでございます。上の方に行くばかりということなんで、バイで行けば、これからはだんだん取れるかなと。特に、ここに力点がありまして、ここを超えましたんでね、112円を割ることは、ちょっとしばらくないというふうに考えられます。もちろん、介入などファンダメンタルのことがありますんで、絶対ではありませんけども、テクニカル的にはもう112円は、もう割らないと。113円の方向に向かっていくと考えてよろしいかと思います。思えば、この辺りからのね、大きな上昇波動でしたね。グイッと上がって、グイッと上がるみたいなね、大雑把に見るとこんな N 字を書いてるかなってところです。で、最後に1時間を見てみます。1時間ね。はい。112円ですか。今回だから、最大で40ピップスぐらい狙えたんですけど、私は20ピップスぐらいでもう撤退しましたんで、そこまで大きくはなってませんけども、まあ初心者の方はおそらくね、ここを超えてからエントリーされて、111の965あたりからね、やっぱり20ピップスぐらいを取れているところなんではないかなと思いますけどね。まあ少なくともこの黄色を超えなくなりましたんで、下の方に割りなくなりましたんで、割らなくなったんで、ここを超えた時点でエントリーするって方も多かったんじゃないですか。移動平均線は一方的に上昇を示してますからね。はい。ということなんで、10月の第2週目はですね、まあ上昇の方に向かっていくというふうに考えればいいんじゃないかなと思います。先週はね、随分苦難の道でしたんでね。後半、やっと滑り込みで、ちょっと一種報いたかなってことでございます。この流れが、2週目にも生きるように願ってるんですけども、さあどうなんでしょうか。肝心なのは、いつも自分の今までの、この仮説をね、覆す準備をしておくってことなんですよ。初始貫徹ってのは FX では美しいことでも何でもなくて、単なる頑固の石頭ってことになりますので、柔軟な思考で向かっていきましょう。それでは以上です。ありがとうございました。はい、10月12日、相場解説になります。今回はですね、もう一方的な上昇トレンドで、バイで乗ってよかったでしょ。バイで突き抜けたでしょ。私としてもね、すごくいい誕生日プレゼントになりました。今回10月11日なんですけども、もう大勝ちでした。ね、大勝ちすぎてもうね、笑いが止まんないです。非常にね、わかりやすい相場だったかなと思いますし、わかりやすい動きだったと思います。まあそれだけにね、ずっとこれまで、苦しい1週間とかって先週言ってましたけども、もう先週の末に見えたなっ
っていうところ、そして土曜日日曜日とも配信の方をさせてもらいましたけども、今回それが全部実った形になります。こちらです。まあデイリーを見たらお分かりだと思いますけども、結局ね、ここのトレンド転換を抜けたわけですよ。このトレンド転換してるところを抜けた、そしてもう一つあったトレンド転換を抜けた、ゾーンも抜けている。もうねこれね、バシュンと突き抜けちゃったんで、ブレイクしかないんですよね。こんなに分かりやすい相場、もう本当に今年一番ですよこれね。今年ももうあと10月、11月、12月と3ヶ月残すのみですけども、こんなに取りやすいねボーナスステージはありませんよ。だから今回取れなかった方はもう本当心の底から悔やんでほしいと思いますね。これを私がずっとリアルタイムで放送しててですよ。で、バイで行くぞってからね、一方的に放送しておきながら取れないってことはもう勇気がなかったんですよね、きっとね。もしくは私がまだ信頼されてないのかもしれませんけども、おかげさまで、大きな利益が取れたという連絡は何件か来ております。最近の再生数に照らし合わせるとね、1割ぐらいの方が儲かったっていうね、自慢のメールを送ってくださいましたけども、私がいなくてもできるようにならなくちゃダメですよ、これはね、当たり前のことですけども、まあでも何にしてもね、大勝ちの経験をしたのはいいことだと思います。じゃあ次、4時間を見てみます。もう見ることはないんですけども、4時間も一方的に言ってますよね。113円まで行きましたね。112円の大台に乗るようなことを言ってましたけども、やっぱりここの頭を抜けたらね、もうあと阻むものが何もないわけですからね。ここにも何のあれも抵抗体もないでしょ。全然こっちの方空間ですからね。だからこれが唯一頭になってたんで、一旦下に引っ込みましたけども、もうこのゾーン、黄色いラインを抜けると何もないでしょ。だこれがね、ダブルトップから効いてるんです。ダブルボトムから効いてるんですよね。ダブルボトムで、ぐーっと駆け上っていくところ。これも、遅れば背中取りましたけども、一旦下がってね、突き破らなかったかなと思ったけども、突き破った途端、もう天井知らずで上がっていったってことなんですよ。もちろん、利確組がこれから入りますんでね、113円を超えたあたりから、利確を意識してる投資家さん多いと思います。大勝ちの人ばかりです、この辺の人は。で、この辺で後追いで入った人は、もうすぐに決済しますから。だからここで、この後追いで入るってことはね、ここ今日相場に参加した、まあそういうふうな新顔さんか、なかなか勝ってないからこそ、ポイントとなるこの辺が見抜けなかった方なんですよ。ですんで、そういう方は利確も早いです。利確も早いし、ロスカットは遅れるしみたいな典型的なね、損傷利大コースになっていきますよね。じゃあ1時間見てみましょう。1時間はもう退屈です。ズバン、ほらね、右肩上がりしかないでしょ。一旦緩やかに上がってきたものが横ばいに入って、で、組み上げてブレイクと。で、広がりながらのアリゲーターライン。もう言うことないですね。言うことがなさすぎて退屈です。で、これからどういうふうな動きが出るかってことなんですけども、ここまで勝つとね、やっぱり火曜日12日は一旦お休みです。どのぐらいの利確者が113円を押し下げるかなんですよ。今113円の736ですけども、もうちょっとして利確組が揃ってくると、113円を割るか割らないかっていうところまで下がってくる恐れがあります。で、そこで下がったら今度またね、新しい新規の買いが入るんですよ。そうなると今度は113円の376を超えて、さらに上がるかどうかの例のせめぎ合いになってきますんで、初心者の方はここから、中級者の方はここから、上級者の方は根っこから、押し目からっていうふうな判断になります。今回は、あえてこの辺にさせていただきます。だから分かる人はね、今私がお話したようにエントリーを考えてみてください。もう一発お勝ちしますよ。それでは今回以上です。お疲れ様でした。おはようございます。今日はですね、10月13日になりました。朝4時29分の相場解説になります。まあ解説といってもね、昨日と一昨日お話したことを焼き直すだけなんですけども、結論としましては一方的なバイで取り続けていて、追撃でいけましたよねってことです。で、昨日なんですけども、113円を超えた後、一旦ですね、そこから113円から112円ギリギリの水準まで押し目を作って、そこからさらに上昇して N を書いて上がるっていうね、いつものパターンだよっていうことを申し上げましたけども、まさに今その通りになってですね、今113の596あたりを、まあ、うろうろしてると。つい先日までね、111円台だったことが本当にね、夢のようだなっていうところですね。
まあ、110円570でいろいろとお話したこともありましたけども、そっから大躍進で、まあ、倍に次ぐ倍ということでございます。まあ、その反面ね、どうもね、原油の価格がこのドル円相場によって、かなり変わってきてですね、ガソリン代が1リットル160円を超えた地域もあるということですんで、まあ、なかなかね、ガソリン代、輸送費が上がると、すべての商品っていうのは輸送によって成り立ってるんでね、かなりの物価高が予想されるのがこの秋冬だと思いますけども、いかがお過ごしでしょうか。では相場解説です。はい、デイリーですね。もう言うことないですね。ここを超えたよと、ここも超えたよと、でゾーンも超えたよ。この3点が揃った時にもうあとはバイで行くしかないというブレイクがね始まりましたと。ズバッといきます。で、押し目を作ったところは4時間なり1時間で見えていくわけなんですけども、それをちょっと見てみましょうか。ちょうどこれですね。上上がってですね、こうぐーっと上がるところに行って、押し目を作って、このあたりでしょうかね。113円をちょっと割ったあたり、もしくは113円を割るかどうかっていうところで、まあ、今回はね、112円の980という、本当にね、グッドタイミングだったんですけども、急躍進を告げて、こう N を書いたってところですね。だから次はここですよ。次は N を書くとしたら113円の450で、下がるとしたらここまで下がって、また N を書いて上に上がるって形になると思います。移動平均線見てくださいね。ズバーッと、アリゲーターは口を大きく上げて上の方向かっています。迷いなく上に上がっています。まだ継続して倍でよろしいかと思いますよ。もうロスカット食らうまでね、しつこく倍、倍、倍でいきましょうね。で、今回押し目を作ったのは、だからここになりますんでね。ぐーっと伸びていったところで、一旦押し目を作って、113円を割るか割らないかってところで、また躍進していくと。で、その時にここ、高値を切り上げたので、次のレジサポラインはここですよと。もし今度ね、一旦押し目を作ることがあったら、113円の470までは押し目だと思って見ておいてください。そこから再エントリーを倍でかけて、移動平均線のね、流れに乗って、ズバッと上に上がっていく。ロスカットを食らうまでこのパターンで、今週は倍、倍、倍、ずっと行きましょう。バイロスカット、バイロスカット、バイロスカット。あ、ロスカットじゃない。押し目ですね。バイ、押し目でエントリー。バイ、押し目でエントリー。この繰り返しです。で、ロスカットを食らったら慎重になって、今度ね、ポジション外して見ていくって形でございます。まあ、今週は、とてつもない巨大な利益がね、また生まれましたね。ボーナスステージってことですよね。だから相場が帰ってきたっていうかね。だから6、7、8月は、あんまり相場としては冴えないという格言がありますけども、9月、10月、11月ってのはね、こういうふうに一方的な流れが訪れますんで、まあ季節感と言ってもいいかなと思います。季節指数というやつですかね。で、12月は相場がおとなしくなって、ね、去年のこともね、すでに早いですね、1年ってね。去年思い出します？去年12月、あまり動かなかったでしょ。正味最初の2週間だけなんですよ。まあそういうふうなね、季節の流れも、こうやって何年もやることによって思い出して知っていって身についていくってことになります。今週もありがとうございました。バイで引き続きお願いします。はい、おはようございます。10月14日の相場解説になります。まあ今ね、もう行き過ぎるぐらいバイで入りましょうということでね、昨日も呼びかけさせてもらいました。実際今週はバイに入って大きな利益を積み上げていることは、まあ事実なんですよね。まあそれで、相場解説、いわゆる予測の方もその通り、まあ、まずまず、当たっている。まあドンピシャと今まで言わなくてもね、大筋で当たってまして、多分、セルで取ろうなんていう考えの人はいなかったんじゃないかなと思うんですよ。だから、バイ一辺倒でよかったでしょ、うん。で、ここからなんですけども、さらにバイに入ってもいいかなと思ってるんですよ。今ちょっと横バイ、基調ですよね。ですから、まあもう一発ぐらいね、深追いをして、やってみようかなと思います。ちょっと相場を見てみましょうか。デイリーの方から確認することになります。こちらです。前もお話したんですけど、ここを抜けて、ここを抜けて、で、黄色いところも抜けていきました。で、ここで N を書いて、ズバッと上の方に上がっていったんですよね。文句なしのこの移動平均線も、急上昇、倍の方以外は考えられない動きになってます。ねえ。ここでもね、上昇トレンドがこういうふうにありましたけども、それが抑えられて横ばいの方に入った後、ズバッと上の方に行きましたよね。この勢いってのは、今113-361ですけども、114に向けてまだ伸びるというふうに考えてよろしいかと思います。ちょっと勝負してみましょう。倍の方で入るタイミングを探っていきますよ。もうまあ、どこで入ってもいいんですけどもね。こんな形になって、ちょっと横ばいに入ったわけですよ、ここは。だから、バイの方で仕込んで、横バイの次っていうのは必ずブレイクきますからね。で、上昇トレンドがこれ全然終わってないですから、こう来て、こう来て。ね。上にしか行ってないでしょ、もう。
押し目作って上の方行って、ズバッと。うん。ですんで、こっから下落することを考えるんじゃなくて、もうトレンドに乗っていくことですよ。ここまではっきりとしたトレンドだったら。もうね、今から入っても遅いんじゃないかなって考えれるところもありますけども、まあでもね、じゃあここで入れたんですかってことですよ。ここで入れたんですかってことですよ。ここで入れましたかってことですよね。で今までバイでどこかで入れたんだったらもう利益は積んでるわけですから、その利益の半分でも使って、ここからバイでエントリーしてもいいんじゃないかなっていうのが、私流の作戦ですからね。4対6ですよ。はい、今横ばいです。うん。横に入って、下に下がるようであって、上の方に上がるけども、上がりきらずにまた下がってるよってところで、ふら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 してますよね。移動平均線も、この1時間軸を見ると、収束しちゃってますよね。収束からちょっと下向きになってます。だからこそ、倍に入るには、いいところじゃないかなと思うんですよ。で、一旦113円、ギリギリ、112円の980あたりまで下がった時に、そこからまた上の方に伸びていきましたよね。だからまあ、そういう形ですよね、思い出すの。ここ。ここで、ここではまあ入れないにしても、この辺りで入れたでしょってことなんですよ。行き過ぎるぐらい、深追いするぐらい倍で行きましょうっていうふうにね、昨日申し上げたわけですから、ここでも入れたと思うんですよ。で、入ってれば今、含み益ですからね。もう同じです。もう、こっからでも、倍で入って OK だと思いますよ。で、逆にこのぐらいね、トレンドが傾いてる時に入る勇気がなければ、大きく勝つことってもうできないんですよ。だってロスカットを引けばいいわけでしょ。リスクリワード 3.1 ですよ。大きく上に行くことを望んで、テイクプロフィットラインの3分の1のロスカットラインを設けてれば、3対1の勝負ができるわけですよ。このリスクリワードが、ここまではっきりと出てくるのは、このトレンドが一直線になっている時しかありえません。今週はずっと倍だったじゃないですか。だから、まだまだ倍で追っかけていきましょうというのがね、今日のお話でございました。それでは、以上です。おはようございます。10月15日です。今週はもう爆撃でございましたね。特に、倍一辺倒で、行き過ぎるぐらい、もうね、これはもう行き切ってくださいということで、ずっと倍で押してもらいましたけども、まあ、今日に来て落ち着いてきたのかなというところでございますね。まあ、無限に、上がり続けることはないので、この辺で調整されてですね、まあ、一旦横ばいに入るかなというのがいつものパターンです。まあ、ですんで、今日はね、一日様子を見る場になります。ポジションがある方はもう、外すことを積極的に考えていただいて、私の場合はもうノーポジションになりましたので、こっから横ばいになって、そしてまた再ブレイクは上昇の方に行くのか、それともセルの方に戻るのかってことを見ていこうかなと思います。まあ一旦ね、ここでね、セルの方に落ち着くんではなかろうかと思いますね。時を同じくして、我が国日本では原油価格の仕入れ高騰により、ガソリン代が160円をオーバーしましたよね。これはね、7年ぶりのことだそうなんですよ。で、石油の価格、ガソリン価格、いわゆる物流コストが上がるということは、すべての商品の物価が上がるってことになります。これ実体経済の価値が上がったんではなくて、単なる輸入するガソリンの値段が上がっただけなんで、なんだ社会的な価値の向上にはなってないわけですよ。逆なんですよね。負担が上がって、まあ、物価が上がったってことですから、これ早急に逆回転が起きるんではないかなと思います。まあそういうのもありましてね、ここから、下落の方向に向かうことも考えられるんですよね。まずは横ばいで様子を見るというところから金曜日を過ごしていただいて、その後、週が明けて18日からの週が始まりますけども、ここではかなりの乱高下があるんではないかなというのが私の予想です。それではね、画面を切り替えて今週を振り返ってみましょう。はい、これが、デイリーですね。デイリーは本当一線を画すように、このあたりの相場感がもう急激にね、こっちの方に移ってきて、新しいレンジをこの辺りに形成するんじゃないかなっていうふうに感じるところなんですね。まあ移動平均線、極端な上昇を見せました。でもこの辺りで急速に落ち着いていくんではなかろうかと思いますし、これ以上に上がるとしたらですね、まあ別の、マーケットも壊れていくんではないかなと、結局揺り戻しが起きるんですよね、これだけ強いと。まあですんで、うん、まあここもね、一方的に上がっていったところなんですけども、下落して横ばいに入ったでしょ。で、その後なんですよ。上に上がるのか、下に行くのかっていうのは。まあ、ですので、いつものパターンのように、ここで収束されて、横ばいがしばらく続くというふうに考えております。で、4時間の方を見てみますね。4時間なんですけども、もう綺麗な上昇トレンドです。ここから、組み上げて、ドーンと上がってですね。そして、ここでまた、組み上げて、ドーンと上がると。で、もう一回同じパターンが続くこともあり得ますけども、まあ、なんせもう114円が間近ですからね。
ちょっと上がりすぎてるなと。うん、これはね、相場が実体経済を上回って示しているというふうに私の感覚では見えるんですよね。これはもう完全にやり込んできた勘です。ですんで、どうしてそう言われるのって言われても説明ができないんですよ。単なる勘です。投資の世界では、初心者ならまだしもね、そこそこ実績を上げて年数繰り上げて毎日やっていくと勘が働く時があるんですよ。もちろん勘違いの勘もありますけどね。で、今回は十分利益を取れたんで、今度は理論理屈よりも勘に頼ってみようかなと思うところで、これから横ばいが始まるんじゃないかなというふうに思ってるんですね。まあ、なんともあやふやなことを言うなよって言われそうですけども、1時間を見ると、あながちそうでもないんですよ。上昇した、この、ローソク足が今、横ばいに入ってますからね。まあ、ですんで、この流れが、もうちょっと続くんじゃないかなと。しまいには収束して、ブレイク。この、いつものパターンに入るんじゃないかなっていうのは無理からのことですよね。まあ、それにしても黄色いゾーンが随分下のところに来ましたね。黄色いのがね。こっからほら、一旦、押し目を作って上がってるのがよくわかるでしょ。で、これが押し目になるかと思ったら押し目にならなかったんですよ。せいぜい横ばいなんですよね。このレンジの箱の中で収まっているということでございます。はい。はい、今週十分利益を取れましたんで、頭を冷やす意味でも、そして来週からもさらに利益を上げていくため、プラスですね、損失をここで抑えていくんですよ。今、結構、有頂天になってますから、判断を大胆にする傾向があるんですよ。だからこそ、ロットを落としてでも、冷静なトレードを来週からしていかなくてはなりません。来週はですね、多少なりとも、ロスが出ると思うんですよ。うん、だから、マイナスにならなければ、御の字という気持ちで、18日から22日の週を、第3週を迎えていこうかと思います。それでは、お疲れ様でした。